兄様、少し時間があったので。相変わらずこういう時だけ鼻が利くのね、カズト。別にあなたの噂はしていないわよ。期待させたなら悪いけれど、今鍋を振るっているのは私でもルルでもないわよ。違うよ。ご主人様。町で買ってこさせたのよ。どう？あの変でしょうか。そうですか。ありがとうございます。あのご主人様、そのですね、アイシャの料理の腕前はカズトもよく知っているでしょうよ。けれど鍛錬しなければいつまで経っても腕は上がらないでしょう。ご主人様、別に手順を見てもおかしなことをしているわけではありませんし、キーよりは優秀な生徒だと思いますよ。ルルひどい。そうだよ、おいしいご飯はルルが作ってくれるから、別に僕が作らなくてもいいでしょ。もう聞いたら、少しは料理の仕方くらい覚えなよ。そもそも食べられる食材と調味料を使って食べられないものが作れる方が不思議なのよ。どうしたらそんなものができるのか、むしろ私が教授してほしいくらいだわ。ご主人様、私のことをそんな目で見ていらしたのですか。そういえば春蘭もそうだったわね。一度あの子がどうやって料理をしているのか、ゆっくり見ておくべきかしら。まあ春蘭のことはいいわ。それよりそろそろ次の作業にかかりましょう、ルル。はい。今日は基本ですから、ホイコーローでも作ろうかと。アイシャさんの地元の料理の方が帰ってからも作りやすいと思いますし。よろしく頼む。豚肉の下ごしらえはさっき済ませましたから、次はタレを作りましょう。必要なのは豆板醤にラオチュー、それから、うん、最初は私がやろうと思ったのだけれどね、多分今の段階であればタレの味はひとまず濃いめでいいですよ。少し濃いくらいなら入れる量を減らしたり、濃くなっても野菜を増やせば調整が効きますから。そうか、このくらいでどうだ。まずは自分で味見してみてください。少し薄いからこれで味を整えて、これでどうだ。この味よく覚えておいてくださいね。わかった。
った道具はすぐ洗う。それは後でまとめてやっても大丈夫です。今は一つずつ確実に作業をこなしていきましょう。次の作業は？ああ、野菜を切るんだったな。ああいった割り切った教え方は私よりもルルの方が向いているでしょうね。洗い物だったら僕がやっちゃおうか。いや、すべての作業を一通りするのが練習だろ。後で私がまとめてやるから、そのままでいい。そうですね。キーはとりあえずカリン様や兄様と一緒にいて。はーい。では次は肉と野菜を切りましょう。一口で食べられそうな大きさなら大体でいいですよ。うん、切った端から炒めればいいのか。いえ、最初のうちは先に全部切ってからでいいですよ。えん、時間がもったいないもの。やはり私も切りながら炒めた方が。それは慣れてからで大丈夫です。まずは作業を一つ一つ確実にこなすことを考えてください。兄様、怒られてる。はあ、でしたら一つずつ確実に。料理も武芸と同じで基礎が大事ですから。確かにそうだな。承知した。同じ刃物なのにこうも使いにくいのか。これなら私の刃の方が。慣れの問題ですよ。材料が切れたらまずは肉から炒めてください。炒める前に油。はい、大体でいいですよ。あ、いい匂い。肉はすぐ火が通りますから。お野菜は肉を取り出してからでいいですよ。肉は取り出した方がいいか。いえ、まあいいです。少しお肉に火が通りすぎちゃうかもしれませんけど、このまま炒めちゃいましょう。肉野菜炒めだ。キーはちょっと黙ってて。アイシャさん、大丈夫ですから。怒られちゃった。何か言いたそうね。では火が通ったら、今度こそ肉と野菜は皿にあげて、ネギとニンニクと生姜を軽く炒めてください。こうか。お腹空いてきた。はい、こっちも火はすぐに通りますから、香りが立つくらいで構いませんよ。香
香りが立つくらい。うわあ、煙が。大丈夫ですから、火から少し離してください。大丈夫なのか、これは。よくあることです。気にせず行きましょう。そうなのか、わかった。肉と野菜を8割ほど戻してタレを入れてさっと絡めて。味はどんな感じですか？少し辛い気がする。タレを入れすぎたか。では残しておいた野菜も足しちゃいましょう。これでどうですか？少し味が薄い気もする。またタレを足した方が。調整用の野菜もありませんし、タレの残りを卓に出しておいて食べる人の好みで調整してもらいましょう。そうか、その手が。ではできた料理をお皿に盛って。おお、ハイコーロできました。私はルルの説明に従って動いただけで、すごいのはルルかと。え、そうね。お恥ずかしいです。ちゃんと教えを受けながらやると、こうまで手際よくできるのですね。ありがとう、タリン、ルル。私こそ何もしていないわよ。礼ならルルに言いなさい。お役に立てたなら何よりです。ねえねえ、料理もたくさんあるし、シュンラン様とシューラン様も呼んできていい？ああ、カリン、構わないか？私は構わなくてよ。アイシャの好きになさい。なら、キー、呼んできてくれるか？わかった、ルル、行くよ。ご主人様、つまみ食いはダメですよ。ご主人様、そんなに褒めても何も出ませんから。戻ってきたのかしら。ずいぶん早いわね。戻りました。はい、シュンラン様はキーが呼びに行ってます。ふむ、カリン様へのお客人を案内していてな。ちょうどそこでルルたちと出会ったのだ。あら、今日は来客の予定があったかしら。私だ、カリン。ええ、カズトもアイシャも久しぶり。確かこちらに着くのは明後日という話ではなかった？その予定だったんだけど、新しい街道を使ったら思ったより早く着いてしまったのよ。急に押しかけてごめんなさい。構わないわ。けれどそれなら話し合いの日取りも繰り上げた方が良さそうね。カズトも予定は開けられるわね。カズトもありがとう。
それより、ずいぶん早いけど昼食？ちょうどアイシャが料理を作ったところだったのよ。よければ、あなたも食べていってはどう？アイシャか？ああ、はい。今回はルルに教わったので。なら安心。だったらご商談に預かろうかしら。カリン様、春蘭様も連れてきました。アイシャが料理を作ったと聞いたが、それはちゃんと食えるものなのか？ルルのお墨付きだそうだ、姉じゃ。なら安心なのか。みんな、私の料理を何だと思っているのだ。どうしてそこで黙るのですか？ルルも！本当に大丈夫なんだろうな。嫌なら食べなくていいのだぞ。ルルが大丈夫というのだから大丈夫だろう。あの、私の舌をそこまで信用されても、責任重大すぎるよ。はっ、少し薄い？さっきの味見で薄かったんですから、それでいいんですよ、アイシャさん。キイ、細かい味は隣のタレで調整して。ああ、これか。これを入れたら普通に美味しい。よかった。アイシャでもこれだけできるのか。春蘭も負けていられないわね。次に手が空いたら春蘭に料理を教える番かしら。本当ですか、カリン様？何を、せっかくカリン様が手取り足取り教えてくださるというのに、その好機を逃してなるものか。そうね、確かに最初はルルかシューランに教わった方がいいかもしれないわね。いえ、私はぜひともカリン様に教えていただきとうございます。厳しいわよ。望むところです。むしろ厳しいくらいの方が。アイシャ、ご飯おかわり。もう食べたのか、早いな。おいしいものはすぐなくなっちゃうんだよ。こうやって皆に喜んで食べてもらえるというのは嬉しいものだと思いまして。はい、みんなが美味しいって言ってくれるのが嬉しいから、次はもっと美味しいものを作ろうって思えるんです。その気持ち今ならよくわかる。ねえ、おかわりまだ？